福島県いわき市。いや、気持ちよかった。さっぱりした。ここから約4時間、高速で6680円。せっか。さて、晩ご飯どこで食べようかな。もう20時半だ。ちょっとご飯はファミリーマートでいっか。今日はここで買ってこう。高速乗る前に。よし、晩ご飯買えたんで行きますか。消費電力がだいたい1100ワットかな。
な。今 87% かな。ちょっと充電するの忘れてたんで、まあ走行充電でなんとかなるでしょう。半ぐらいなんですが、どうしようかな。到着が1時なんで、まあ、ちょっと眠くなるまでちょっと頑張って運転してみようかなと思います。もうちょっと行ったところでガソリン入れようかな。完全に本降りになってきた。めちゃくちゃ雨やってる。トラックに挟まれて怖えな。もうめっちゃ混んでるんですけど。5度、暑そうだな。まあ、エンジンかけて出るしかないな今日は。まあ最ちょっと今日はもう無理。さて、じゃあ皆さんおやすみなさい。ちょっと怪しい。はあ、よく寝たっていうか音はちょっとうるさかったけど、まあしょうがないですね。じゃあ準備して朝飯食べてきます。
屋根も、誰も住んでないからか。結構新しそうだね、ここは。結構放射線量高いね。4540円。安くね？あれ？もっと行ってるんじゃなかったと思った。左方向です。ページだったんだけど。っていうか全然やべえ。自動販売機もさびれててかぶっ壊れてるし、側道に入れないようになってる。全部バリケードされてる。うわあ、いろんなところがバリケード。すごい。側道という側道が入れないようになってる。この先どんな光景があって、すげえ。瓦礫の山だ。うわあ、家がもうボロボロだよ。でも一応なんか家の片付けとかはしてもいいんだな。ちらほら人がいるから。これはどうしようかな。整備されてはいるけど、スイート右方向です。スリミットじゃないよ、僕は。下に進みます。よし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 。およそ150メートル先、左方向。サーフィンやってるよ。いい波なんのかな、これは。よくわからんけど。結構うねってるね。あちらに見えますのが、処理水の放出が終了してまだ間もない福島第一原発です。今何かと話題になっている処理水の問題で有名な第一原発です。海外の方が不安だ危険だと騒いでいますが、日本政府や IAEA が安全だというふうに実証しております。ですので今回はこの福島第一原発の周辺の海域で獲れた新鮮な地の物のお魚を食べて、身をもって安全だということを証明していきたいと思います。なのでこの後どこか市場に行って地の物のお魚を買って昼食にしたいと思ってます。今福島で頑張って復興している方たちの応援になればと思います。福島県産なんですけど、どの辺で取れたのか分かりますか？はい。じゃあ普通にこの近海で、じゃあいいです。そういう感じ。
さーてさっきの漁港行ってゆっくりご飯食べます。いや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 、どうしようかな、あそこまで行ってご飯食べるか。もう誰もいないじゃん。まあできりゃあそこで飯食いたいよね。よいしょっと、さあ着いた。さあ福島第一原発が見える港まで戻ってきました。お昼ご飯食べようと思います。今回買ったのが、これ何、ホッキ貝かな。ホッキ貝にお刺身、もちろん地のものです。で黒ガラとホウボウ、これさばいてもらいました。これも地のものです。でこれはブリ、福島県産天然って書いてあるんですね。これもここに福島県産生きひらめ刺身、よいしょ。であとご飯用意しました。よしよしよし、何ご飯食べていきます。いただきます。よっしゃ、まずはホウボウからかな。うめえ、うん、プリプリ。次はブリ、うん、あ、ブリうめえ。いや、どれも美味しい。黒ソイ、黒ガラかな。あ、これもやっぱり新鮮プリップリよ。ヒラメもいただきます。うんうん、美味しいです。これ大本命ね。ホッキ貝、うわ、甘い。ちょっと贅沢にこんな食い方。うん、やばいよこれ、箸止まらない。黒ガラめっちゃうめえ。これ多分今日ナンバーワン、黒ガラ。うめえ、うん、もうペロッと白米がなくなっちゃう。福島第一原発処理水放出後の海で獲れた魚食べてみましたが美味しいです。いや本当来てよかった。こんな最高のお刺身がこの土地では獲れます。時輪物、常磐物っていうんですかね。すごくいいお魚です。特に黒ガラプリプリでうまかったっすね、これ。さあ、あとはゆっくり食べてきます。ごちそうさまでした。最高のお魚でした。さて、車に戻りますか。暑いし。いや、戻ってきた。暑かった。しっかしうまかったな、あの魚たち。さて、じゃあ次の目的地向かって出発、出発。お疲れ様でした。
たのか。大変なことだわ。卒業証書入れるやつか。すげえ。言葉を失うって津波で全部押されたのか。どこまで。いやーすごいとこでした。本当にすごい規模だったことがこれで分かりましたね。やっぱり映像で見ただけじゃ分からないですよね。実物見ないと。